今ですね、メインギアをね、メインギアとセカンドギアを、もう一機と交換したんですけど、なんか振動がね、まだ出てて、テールパイプのギアがちょっとうるさかったんで、テールパイプもね、ここ、もう根元からね、ここからね、もう根元から一式、向こうとね、交換しました。で、その後にね、ちょっと回してもね、振動出たんですよ。そしたらね、やっぱしな、ここのね、ネジを1個残してたんで、多分それをね、外したら全く振動はなくなりましたんで、テール、まあ、いっか。なのでね、今、こちらのもう1機の機体、新品の方なんですけど、新品の方じゃない、新品じゃないな、これ、修理の方。今このような状態になってます。今外してる状態でね、ばらけた状態、でこれで今からね、飛ばしてみて、まあ問題なければいいんですけど、ローターのね、バランス、それはもうとっくにね取ってたんで、ローターバランスのせいで振動がね出てたとは思えないんですよ。後ろの、ね、ギア音が、静かです。どういうことかなと思う。ギアがちゃんとはまって、なくはないよね。ギアが競ってたら逆にそのカラカラ打撃音みたいな感じはしないはずだし、そもそもね、このギアの形で鳴るわけがないんだろうな。まあ、その辺はね、もう M2 なんかもうモーターダイレクトなんでね、悩まなくて済むんですけど、とりあえずこれでまた倒れるようであれば、もうどうしようって感じで感じかな。でね、ちょっとスピンドルね、ちょっとあのネジで、中のネジ、まあそのヘッドを押さえてスピンドルの中のネジを、ね、締める方向に回すんですよ。そうするとね、手の方にね、ちょっとね、うねうねっちゅう感じ、気持ちね、入ってるかなっていう感覚があったんで、ちょっとね、これはスピンドルは交換、まあ後々、まあ浮いてから超、交換ですね、多分。これでまた倒れたらもう泣くな。今何時だ、もう2時半ですよね。はい、行きます。大丈夫かな。なのでテールローターはね、あの前の機体のままですけど、前の機体というか、まあ修理の方、倒れないよ。ローターはここか。今んとこ尾翼がちょっとブレてんな。倒れない。このちょっと待ってよ、この距離今5メーターぐらい取ってるんですけど、ちょっと距離ももっと離します。ローターが折れてからぶっ飛んでくるとちょっと怖いんでね、はい、ちょっと立とうかな。もう蝶々残量は 89% ほどありました。風が嫌だな。さっきローターつけてない時は全く振動なかったんでね。今んとこ違和感なしです。なんか土手の上でちょっとギャラリーが見てるな。これで倒れたら恥ずかしいんだけど、浮いた。浮いた。一応浮いてるな。ピッチ的に多分ちょっとスロットル上がってる感じがする。まあヘッドはね変えてないんでね、あれだけど。とりあえず浮いたね。かといってね、ちょっとこれでね、
テールのニュートラル出しはこれでやってもしょうがないよ。あっちのねもう一個の、テールでしないと意味ないんで、とりあえずピッチをちょっといじるかな。センターをちょっと上げての2段階の10ポイントかな。まあ、リンケージの長さが違うので、まあ、ずれるのはまあ当然なんですけど、はい、下の方もね2段階、一応板けまあいいかっては思うんですけどね。とりあえずあの一番あれだな、ちょっと向こうのテールシャフトの、ね、ドライブシャフトがなんかあのはじいてるっていうか縄跳びしてる感じなんだよね。はい、行きます。とりあえずニュートラル出しはいいでしょうかね。とりあえずホバリングしないとね話にならないんで、あもう違和感ないな。あ、蝶々、蝶々来んな。危ない。はい、ちょっとスロットル、ね、ちょこっと上で浮いてんな。はい、ちょっと上で浮いちゃってるんで、一つ戻すか。ですね。一つ戻そう。後半は下はいいとして上の分をちょっと一コマ全部戻すか。何番だこれ、15ポイント、ね、っていうか、まあ、これちょっと消していくけどもいいかな。はい、多分これでいいと思います。あ、またちょちょ来た。おう、危ない。なんで来るの。トラッキングもね見ないとダメなんだけど、まあ、そんなにもずれてる感じはしないんだよな。はい、ホバリング。はい、あーとピッチ上だ。あ、そっか、逆だ、足りんのだ。わかんねえ。上で浮いてるんだからピッチが足りないんだ。だから。1の2の2ポイント上げたから10ポイント上げだな。1212でね、ちょっと今日ねまたちょっと今用事が入ったんでちょっとまあいろいろ飛ばしたかったんですけど、ちょっと早めにね、今日は早めに、帰らないとなんで、今何時だろう、2時42分、3時半ぐらいかな、4時までおったら、なんかあれやな、はい、やります。振動、ネジ1本で結構振動が出るからな。あ、今度早めに浮いたな。はい、ちょっとホバリング。ちょっと機体の方がね、風を先に受けてるんでね。あ、若干下で浮いてんな、やっぱり。ということはだ、ピッチカーブ、上げす、下で浮いてるから上げすぎだから、今何回上げたっけ。2回、いや1回よね。じゃあこっちのちっちゃいやつで1233ぐらいでいいかな。3 4 4っていうか、まあそれだと
ね、1回分が5ポイントだから、4ポイントと5ポイントそう変わんないよね。ちょっとこれ浮かすか。でもまあこれ半分、回転が上がるまでね、振動全くなんかないんでね。はい、オーバーリングして、はい、見る。はい、まあいいでしょう。あとトラッキング、ちょっとだいぶ近づけます。ああ、ずれてる。ね、若干ずれてんな。ああ、わかんない。ああ、また来た。また来た。また来た。ああ、また来た。ああ、危ねえ。蝶々また来た。今若干下で浮いてて、るからちょっとホールド。ちょっと下で浮いてるからピッチがついてるんだな。だから下げる方向でやらないといけないんで、今ここにね、印つけてるんでね、これを今基準として、逆を触ると。こっちをね、大丈夫か。またまたチュって言ったんですよね。あんまりいい音じゃないです。どっちだろうな。こっちが上、リンケージがね、あれなんでね、これが、こっちがね、逆さまについてるんですよね。本当はこのちっちゃい方が、上に来ないとあれなんで、だからこれがこっちで閉める、こっちで開けるだから、閉めないといけないんだな、下げないといけない、下げない、ん？下げる、そうだな。だからこれを調整、あ、なんかちゃっちゃいよな。もうなんだよ。また病気が再発してんだ。回しにくいです。正直これもし回すドライバー専用ドライバー欲しいな。ちょっとダメだ、やりにくい。締める方向だからこっちが正規ネジかな、上が逆ネジかな。どっちだろう。上を今半回転、1回転閉めて、まあ、閉まったホールだからこっちがあれか、正規のネジか。てかさっきからエレベーターサーボがちょっと落ち着きないにゃんと。おい、ちょいちょい、いつもなんかエレベーターサーボに影響が出るっていうのはちょっと いまいちちょっとわかんないんだな。はい、ちょっと録画入ってますか。録画確認、はい、OK です。やだな、あのエレベーター。はい、ちょっと浮かせます。あ、ホールド解除、ちょっとタイマーリセットするか。こっちから来るね。こんなに広いの、わざわざ機体のところに。ちょっとエレベーターダウンが入る。なんだこのエレベーターダウン。なんでエレベーターダウンなんかおかしいぞ。一応制御はされできるんですけど、エレベーターダウンが入るな。手を離すと明らかに。ピッチトラッキング、トラッキング見えない。あ、良くなった。トラッキングはいいけど、前から車が来よる。
あれは、デルタさんですね、デルタさんですけど、ちょっとやばいな、今日早めに帰らないといけないんだけどな。あ、エレベーターもう思いっきしダウン入ってんな。これちょっと怖いな、はい、とりあえず、終了しよっかね、はい。